この世には魔法のような写真が撮れる瞬間がある。東京マジックアワー。この番組はバリューフロミナベーション富士フイルムの提供でお送りします。前回の東京オリンピックで選手村が作られた渋谷区代々木。そんな代々木の住宅街へ。あ、素敵な門構えですね。入り口には有形文化財の文字。どうぞお入りください。お願いします。案内された先には、わあ、別世界が。本舞台として、まあ、本舞台っていうふうに、はい、現れたのは伝統的な能舞台。こちらの本舞台の方は昭和25年戦後になってから建てた舞台になるんです。能楽堂のほとんどの舞台は全部ヒノキでできてるんです。うちの場合は作った時期が戦後すぐということで、はい、そこまでヒノキが調達できなかったので、はい、床だけがヒノキで、屋根の木とかは松を使ったりしてます。観世流して方能楽師浅見慈一、3歳の初舞台からこの道50年、受け継がれていく伝統を狙う。一般の人も稽古を受けている。よもおつきじ、よもおつきじ。今度返しです。心に響く歌いの波動。言葉が時代を超える。続いて舞台へ。三五八七五五五五五五600年を超える伝統。その伝統に正面から向き合う。カメラ見てていいですか？カメラ見ていただけますか？はい、お願いします。東京の未来に残したい技と空間。日本の心が時を超える。